皆さんこんにちは。こんにちは。ゲーム攻略サイトゲーミーのライターリョウとライターのネクニャンです。はい、はい、今日はどんな感じで何をやるんですかね。今日はフェイトグランドオーダー の、はい、リセマラをやろうということで僕が来たんですけど、はい、もなんか以前2人で一緒にやってから、はい、去年夏ぐらい、うん、だいぶ前やりましたね、うんうんうん。今だいぶなんだろう、リセマラの現状が変わってるっていうのをちょっとはいはい、はい、ライターのマトンさんからいただいたので、うん、今回取り直ししていく感じですね。なるほど。はい、じゃあ、まあ、手順も含めて、今現状どうなってるのか2人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、では実際にリセマラやっていきたいと思います。はい、じゃあネクニャお願いします。はい、はい、そしてゴーレムですね。再びこのゴーレムを見ることになるとは思わなかったので、そう、半年ぶりぐらいですか。去年の夏見たんです。もうゴーレム倒すのはね、慣れてると思うんで。慣れてるっていうか、この体力体力とこの動きがなんかやばいんで、なんか独特のね、独特のなんとも言えない、なんて言ったらいいんだろうな、これ。ほんと独特の動き。あ、キング。あ、タイムです。あ、いや。よし、とどめ。はい。はい。これで、これでチュートリアルは。いや、そんな早く。な早くまだ何も教えてるの。まだ何も。どんだけ初心者。これで終わったら大丈夫か。これで終わったらもう、うん、なんだこのゲームっていうのよ、うん、はい、名前入れてください。この名前はね、後から変えられるので、はい、適当に短くでもいいし、でもしっかりネクニャンと入れてくるあたりね、はい、でネクニャン男なんか男は、はいはいはい、スキルスキル。やっぱなんかこう書くかなんかがやっぱり、うん、なんか炎上って書いてあるから、うん、どっかに書く音垂れたんだろうなと思って。2000X 年的な多分。いや、僕は、うん、なんだろう、世界観がよくわからないんで、まあ多分あったんだろうなと。なるほどなるほど。なんかこっそり倍速になってる。うん、なんかこっからできるみたいな。今までやこんなんなんかやってこなかったんだ。分かんなかった。なんか、いや、それね、去年もや。去年ありましたっけ。あった。早かったよ。ああ。これやった。お、やった。お、これで青少石1個。これで1個。うん。3つ集めるとガチャが引けるので。なるほど。はい、そのまま行きましょう、次のステージ。はい、うん、戦闘です。マスター、指示を。いやいや、どんどん、はい、どんどん。了解です、行きます。あれ、なんかプレイヤーキャラクター1人だけなの。なんかさっきまでなんかもうあと2人ぐらいお供がいたような、いなかったような。いたような。ゴーレムと戦ってる時は、うん、あの2人は、あそこはもうオープニングのチュートリアル。ああ、そういう、だいたいのゲームそんな感じ。大体のゲーム最初めっちゃ強い。ああ、なるほど。はい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 。こっからはこうストーリーに沿ってチュートリアル。はいはい。不審者か。これで今2面終わった感じかな。これで2面が終わり。うん、はいはいはい。早い。もうスキップの位置に手用意してもうもう だんだん読めてきた。だんだん読めてきた。はい、これで2個目を手に入れて、はい、うん、2個目でここで、はい、まあ、チュートリアル中のガチャが1回できるんだけど、はい、やりましょう。やる、はい、
はい、はい、そのままいく、はい、ただしここでは、星5が出ないので、まあ、なるほど、流れとしてまだちょっと狙うべきタイミングではないよ。作業感があるけどね。このエフェクトは、エフェクトというかそのカードが出てくるまでは止まってないっていう、うん、おばあちゃん、はい、謎なっぱよ、うん、最後ねこう結果が出てきて、はい、であの、まあ、新規仲間になったキャラクターとかだとこんな感じで最初挨拶に来てくれる、まあ、リセマラだったらねなるべくこれ来てほしくない。5がだって出ないのが悪い意味でね、まあまあ、そうだね、これをやってもあんまり旨味がないというか、うんうんうん、はいはい、はいはい、で、今出たやつを編成に組み込んでください。はい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 、消化作業はい、で、はい、このままいきましょう。はい、編成、はい、はい、3節、はい、さっき出たキャラクターがいるな。先輩、了解です。音がちゃんとついてるから。あ、本当だ。さっき牽制に入れたでしょ。さっきまでね、一人で戦ってたもん孤独だった。孤独感半端なかったな。あ、なるほど。な、慣れてきたもんね、メロディー。どういう慣れなんですか。1秒でも早くこうやるリセマラ向けにカスタムされてる指の動きで。なるほどなるほどね。なかなか最速スキップな感じで、うん、いいタイム出たな。リセマラタイム。なるほどね。面白いかもしれない。ストップウォッチとかで測ってみて、はいはいはい、0.5 何秒縮めたみたいな。はい、はい、でここまで来たらはい、プレゼント受け取れるんで受け取っちゃいましょう。まとめて受け取る、うん、まとめて受け取るで、はい、プレゼントを受け取る、うん、はいはい、で、その後はい、もうガチャが引けるので、あ、もう引ける、なるほど、はい、はい、ではあのさっき手に入れた聖書石使って実際にガチャ回していこうと思います。はい、で、ガチャはどれを回したらいいんですかね。これってこれは、なんか今期間限定で何かやってるみたいなんですけれども、うんうんうん、うん、なんかあんまり性能がよろしくないみたいなので、うんうんうん、あのデフォルトのどれだ、これをそうだ、ね、やろうと思います、うんうん、なんかそうですね、期間によってはすごい期間限定が今強いっていうのをマトンさん、うん、フェイト攻略してるライターさんが言ってたんですけど、はい、まあ、今はちょっと可愛いキャラしかいないよって言ってたんで、うん、まあ、見た目で選ぶんだったらありみたいな、うん、まあ、とりあえずこのスタンダードなやつ引いていきましょう、はい、狙うべきは、ちょっと待った、ああ狙うべきは、まあ、あれですね、何だっけセイバーだよね、セイバー、はいはい、モードレッド、モードレッドとか、あとアルトリア・ペンドラゴンとか、はい、あのゲームのランキングに載ってるやつ、なるほど、はい、行きましょう、1回しか引けないからね、はい、1回だけなの、うん、いやーこれあかんな、なんか流れ来てないんだよね、今日。どういうこと？あ、でも、あ、あ、ご、え？残念。え、これは残念。これダメなん、これ。うん。え？ランキング外。ランキング外、これ。これなんて読むんだ、これ。ゆうびたれ？ゆうびじゃない。なんて。ゆうか。ゆうが、ゆうが。やべえな、これ。ここカットで、はい、うん、うん、はいって感じで、残念ながら、なるほど、ハズレを引いてしまいました。はいはい、残念ながらリセマラ、ち
ね。いやーもう本当に外れてしまいましたけど、流れが来てなかった、流れが来てなかった、はい、うん、まあそんな外れでも、うん、ちょっと狙うべきねキャラクターを紹介しないといけないんで、うん、なるほど、マトンさんにちょっといろいろ聞いてきました。ほうほうほう。で、今ちょっとゲーミーのサイト開いてるんですけども、はいはい、リセマラでの現状としてはですね、はい、なんかピックアップキャラクターが非常に強いということで、なるほど、うん、ピックアップキャラ、ただしその開催されてる期間によっては微妙、まあ、特に今やってる、このバレンタインイベントのオルタちゃんとかはちょっとどうかな。なるほど、可愛、うん、いんだけどね、可愛 い, いすごい可愛 い, いんだけど、あ、まあ見た目、まあキャラ愛か、うんうん、キャラ愛があればまあそう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 っていうところかな。モーションもいいよっては言ってたけど、なるほど、まああのそう、そのピックアップされてるキャラが、微妙な時は、うん、まあこのゲーミーのランキングを見ていただいてですね、当たりキャラクター一覧っていうところがあります。でクラスごとに分けられてますので、セイバーとかランサーとかアサシンとか、これに選出されているキャラクターを、うん、狙っていただければと思います。で、なんかその現状としてはどれを狙っても別に大差ないよっていう、うんうん、感じだったんで、うん、本当に気に入ったキャラとか、うんうん、なんだろう、思い入れのあるキャラを狙っていければ楽しくゲームができるんじゃないかなというところで、うん、ちなみにネクニャンは気になったキャラクターは、いや僕は、僕はやっぱオルタちゃん、いやモードレッドかな。おうおうおう、うん、ちなみにどの辺がお気に入りで、いや、これ格好がやばい露出的なもの、はい、あ、ほら、あ、まあ、僕も男なので、うん、見た目で、見た目 で, で選ぶとね、いう感じで終わりました。そんな感じで、はい、気に入ったキャラを当てていただければと思います、うん、こんな感じでリスマでやっていきましたけど、はい、どうでした今日の日は。いやー本当に良くなかったというか、やっぱりこうなやっぱ流れがやっぱ来てないということで言うと、ほう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 、なんかもうこうエフェクトを見た段階でもうあダメだなみたいな、ほうほうほう、だからなんかこうメンタル的な問題、どういうこと、なんかこう、いややっぱいける時ってやっぱこうメンタル的にもあいけるなみたいな、なんかこう予感みたいな第六感的なあれが、おえなくないですか。いや特にないですけど、いやまあ僕の場合はまあこれがある時はまあだから大体まあ5なり、まあ、6なり7なりが出るんで、まあ、7は分かんないとりあえず高いレアリティーのやつが出ると、まあ、まあまあ出るんで、おなるほどね、今日はじゃあこの後もう一回やったら、まあだから僕の頭の中でだからまあいわゆるその確定のカットインが出るかどうかだ自分の中のカットインが出るか否かで大体決まるんで、分かりました、出るかどうか、じゃあその時なったらあのお願いするわ、俺出してもらう、いやー俺は今オルタちゃんが欲しいからね、うん、うん、僕あんま人がいる時は多分出ないっぽい、じゃあ後でこっそり、はい、まあそんな中、僕らがね、はい、他にも動画出しているので、うん、うちの編集長のハッチーさんとか、はい、あとはクレハちゃんとかね、はい、やってます、ゲーミー攻略動画チャンネルこちらに出てますんで、はい、もし、よかったらフォローの方お願いします。以上ゲーミーライターリョウとゲーミーライターネクニャンでした。また見てください。チャンネル登録よろしくね。